ガルトネル開婚条約事件あるいは、ガルトネル事件は、日本の幕末から明治時代最初期にかけ、函館における開婚基礎借契約をめぐり、プロイセン貿易省との間で発生した外交事件である。プロイセンの貿易省、ライノルト・ガルトネルは、国フラー商会横浜支店から、同商会函館代理店店長券、中函館プロイセン副領事となった弟のコンラート、 ガルトネルの助力により、函館近郊の開墾を計画した。慶応三年函館に近い七十村に、函館奉行、杉浦昌生から千五百坪の開拓許可を得て、開墾に向けた準備を開始した。翌慶応四年に、江戸幕府が瓦解し、この計画は一旦白紙に戻された。函館奉行所の業務は、明治新政府が4月に設けた函館府が引き継ぎ、 久家出身の清水谷金るが、不知事についた。函館府民生方判事の井上岩美は R、ガルトネルと面会し、江戸地の開拓推進のために R ガルトネルの計画に同意し、7月頃より70村500円地の周辺の開墾が始まった。その最中に函館戦争が始まり、江ノ本武明が率いる江戸党政府が10月末に函館を占領し、 箱館府の役人は青森に退却した。アール・ガルトネルはエゾ島政府と交渉し、引き続き同様の開墾を行う同意を得、明治2年2月19日にエゾ地70村開墾条約書を締結した。その内容は、70村及びその近傍の約300万坪を99年間借りることや、有志を選び、ヨーロッパ農法を教授することなどであった。 しかしながら事態は大きく変転し、5月11日には、明治新政府軍が函館を攻撃し、わずか1週間後の18日には、江ノ本の降伏により江戸島政府は倒れた。その翌日である5月19日に再び、函館府が設置されると、アールガルトネルは、早速、函館府と交渉し、約1ヶ月後の6月16日には、辞書開拓のため、 エゾ政府はルガルトネル氏の役場及び、エゾ島開拓人員の起き手族を早々に締結した。なお、この役場には、契約期限が示されていなかった。この役場により、70村村民は、自らの農地をガルトネルに横取りされるような形となってしまい、周辺住民との間には、土地協会や契約をめぐるトラブルが絶えず、函館府への陳情もたびたび行われたが、 混乱期でもあり、帰り見られることがなかった。明治2年7月8日に、明治新政府により、江戸地及び、カラフトの開拓を司る、開拓市が設置された。9月には、江戸地は、北海道に、函館は、函館にそれぞれ解消され、旧函館府は、開拓市出張所と解消され、本格業務も開始された。その中で、開拓市は本家を問題視し、 東京の中央政府にも、この開墾条約の存在が知らされた。この契約が定められた、距離内外の案件であることや、この土地を足がかりに、蝦夷地が植民地化される恐れもあることから、外務省は11月に開拓しへ、ガルトネル条約の契約を破棄するよう伝えた。その後、開拓長官となった東、久世道富と、ガルトネルとの厳しい交渉が行われた結果、 明治三年十一月に六万二千五百両の賠償金を支払うことで契約を解消した。取り戻した土地には、同月に開拓死により七十回根場が設けられたが、その本格的な活用は明治六年以降のこととなる。残された財産目録によると、開墾地には、アルファルファやクローバー等の牧草、リンゴやサクランボ、西洋なしなどの果樹や牛や,牛や馬、 豚などの家畜がヨーロッパより導入されている。このため、七重町は、自町を西洋農業発祥の地としている。また目録には、ブラウなどの農具や、パン焼きヘッツイ、温室建造用のガラスなども記されている。アール・ガルトネルが故国を懐かしんで植えたと言い伝えられている、ブナの林は減損し、樹齢100年を超える、ブナの人工林は珍しいことから、 ガルトネルブナホゴリンとして林野町が管理している。なお、エゾ地北平を防備する諸藩に対しても、ガルトネルは土地を担保に武器を提供していたことを示す書簡がドイツで見つかっている。ありがとうございます。